J リーグ第5代チェアマンをしておりました村井でございます。今回この企画は、今年30周年を迎える J リーグ、創設30年を迎えるにあたって、30年前、J リーグの井戸を掘った方々を一人ずつお尋ねして、お話をお伺いしてきました。前回2回にわたって、川淵初代、チェアマンに、創設の、思い、そしてその華やかな、きらびやかな、J リーグデビューの、社会現象とまで言われたような、お話をお伺いしました。その収録が終わった後に、川淵キャプテンとお話をしていたんですが、まだ十分語り尽くしていないというふうに、キャプテンが、お話しされました。私も実は、5代目のチェアマンとして、本当はもっと聞きたいことが実はいくつかありました。今回特別企画として、追加編でもう一回浦和の我が家に、川淵さんにお越しいただきました。非常に日の当たる、きらびやかな、開幕の話の裏側には、実は大きな影もいっぱいありました。存続の危機が問われるような事象が一つや二つではありませんでした。今日はこの辺りを少し、川淵さんに直接お伺いしながら進めていきたいと思います。よ川ろしく、淵さん、よろしくお願いしよまろす。しくお願いします。2回にわたって、来ていただいちゃいましたが。本当に今日はそういう機会を設けていただいてありがはとうい。ございます。僕は当時、チェアマンとして、各クラブが危機に陥ってるなんていうことをあんまり言いたくなかったんですよね。ただ実は、マリノス、フリューゲルスの合併の前に何クラブかそういう状態があったから、フリューゲルスは辞めるんじゃなくて合併するということだから、むしろそういうことに比較するともう全然問題ないというんで、僕としての捉え方はですね、その前に、清水エスパルスをどうするかとかいろんな問題があって、もうそっちのことの方で頭を悩ましてましたからね。それ以降も今勘定すると10クラブが消滅の危機に瀕してるわけですよ消滅ね。の危機ですか。そうなんです、消滅の危機なんですよね。でそういうものをあえてチェアマン時代言わなかったのは、やっぱり J リーグのそういうマイナス面をあまり知られたくないっていうか、知ってほしくないっていうか、そのことを公にしない方がそのクラブの発展のためにも J リーグ発展のためにもいいだろうという思いが先にあって、今まで個別にはそういうことを話していても、10クラブ全体について話したことは1回もないんですよ。1で回今目。日1回もないんですよ。で今日初めて、こういうのをこの前そういう機会をいただいたんで、やはりこの話はしておいた方がいいなということで、僕も再度自分なりにチェックをして、で僕も記憶もね、これ二十何年前の話ですから確かにないことがいっぱいあって、調べ直したら僕は勘違いしてるのが随分あるなと思いましたけど、各クラブではそういう自分たちのクラブの危機感っていうのを知っていて、多分その歴史に残ってると思うんですよね。よく分かりませんが、しかし10クラブ合わせてそういう危機があったっていうのは、他のクラブの人も J リーグクラブの人も全く知りませんから知らね。ないね。でそうやってまとめて話すのもいいかなっていうのは今そうで日すか。のお話です。で、一番初め言い訳じみて言うようですが、やはりもう記憶が、それは確かに勘違いしていたり薄らいでたりすることがあったりして、で僕の当時の全部こまめにその、予定表がいまだに残ってるんですが、その時をこう確認して、この時こう何回も言ってるのはこうだなとか、で非常にもう本当に危機的状況だった人との会話とか場所とかはいまだにも鮮明に覚えてるんですそよ。うなんですか。そんなことで、今日話したことがじゃあ事実と反するよってことならば、そのクラブが明確にしてもらえばいいだけの話で、僕が全面的に正しい記憶を述べているということではないことを、ある程度曖昧模糊としたような中で話しているということだけをご理解いただいて、そうですおか。話しさせていわたかだりきまたしいとた。思いいや、ます。楽しみです。10クラブで始まった J リーグですけれども、今、60クラブまで来て、そのうち、10クラブ相当がもう存続の危機に瀕しそてういなたんでとすいう、よ。ええ。本邦初公開の話を、お伝えします。実は今、私、日本バドミントン協会の再建を託されているんですが、今日の話が実はサッカー界だけじゃなくて、いろんなその競技団体にとっても、極めて一つの参考になる話になる可能性もあるので、そうですね。ぜひ、よろしくお願いします。93年にリーグ戦が始まって、93、94、95ぐらいが
私がずっと過去最高の入場数とか、うんうん、長らく2万人近く入場した、うん、非常にあの J リーグのバーンというスタートの、うんうん、ちょっと後ぐらいに少し陰りが出てくるという、ええ、もうその頃からですね。だから1996年7年8年ぐらいが一番その辺が集中したのと、それからまあ2000年の東京、まあ、あの日韓ワールドカップの前後っていうかね、はいはい、そういうところとか、まあ、やっぱりJリーグがスタートした直後にバブル弾けてるんですよね。あ、3年ぐらいでもう、そうそう、だからいやもう一応J リーグのバブルじゃなくて、日本の世の中の経済のバブル、 J リーグがスタートする時はバブルの頂点だったんですよ、はいはいはい、でバブルの頂点、93年に J リーグがスタートした時から弾けてるんですよね、はいはいはい、だから一番いい時にスタートして、だから J リーグが成功したんで、もうちょっと後だとかなり難しかったと思いますね、はい、地方行政サイドも企業も全て含めて、やっぱり地域の活性化だとか、やはりフランスロピーその他っていうことを当時いろいろ言われましたからね。だからみんながそれに来てくれたんで、バブル弾けたらね、やっぱりそれは難しかったと思いますよ。まあ、その状況との関わり合いです、ね、そのあたりの時期ですね、はい、そうですそうです、まあ、ギリギリ J リーグはバブルの頂点で間に合ってスタートしたけど、うん、始まってみたら実はバブルが崩壊して、崩壊してですね、あのスポンサーはじめクラブの経営状況が極めて厳しい状況で、いろんな事案が出てきたって、うん、そうですね。じゃあ96年ぐらいの、それがアビスパの話から、アビスパ福岡、じゃあ、はい、アビスパ福岡から、うん、当時桑原師匠が僕に確か電話がかかってたんですよね、はい、でやっぱり J リーグにどうしても入りたいんで、福岡で、そういうクラブを作って参加させたいんで、うん、ぜひよろしくお願いします。で実はあの桑原師匠ってのは1986年にあの福岡市長になってるわけですよね。で3年後に今のダイホークスと、うん、をあのプロ十何年ぶりに福岡に誘致した、誘致した、はい、その一番のその、はい、なんていうか、その実行者なんですよ、はいはい、だからこの時に桑原さんが僕に言われたのは、川淵さんあの当時大英ホークスでしたけどね、大英、うんうん、ホークスを呼ぶのに、うん、市民に対してあのそういう署名運動をしたら3年かかって30万集まりましたと。3年で30万、3年で30万、ほうほうほう、でしかし J リーグのクラブを作りたいというようなことを言ったら、うん、3ヶ月で50万集まりましたと言われてだからいかに市民の声が大きいかお分かりいただけますかと言われてね、へえすごいなと。でその後に助役の方が50万人の署名をね、ドーンとリーグの事務所に持ってくられたんですよ。あの署名そのものを、そのものだ、そのね場面をね、そのなんか事務所のなんかカウンターの上にドーンと置かれたのだけよく覚えてるんで、でその時にあの藤枝市で、はいはい、中央防犯っていうクラブが J クラブ入りを目指して、うん、そういう実業団で活躍したんですよね、はいはいはい、でしかしまあスタジアム問題とかなんとかうまくいきそうにないん で、はいはい、でそういうのをどこで情報を仕入れたか知らないんだけど、福岡市が、うん、その中央防犯を福岡に誘致して、はい、でそのままの資格、まあJFL の一部かな、はい、なんかの資格で、はい、リーグ戦に参加できるということでスタートしたんですよね、うんうんうん、でまあ、 あのその時にはその何年だったかな、90年代だと思いますけども、はい、ユニバーシアード大会を開いてるんですよ、その桑原市長が、はいはいはい、でそのユニバーシアードの時になんとサッカーの専用のグラウンドを作られてるんですよね。だからその頃からも念頭にあったのかもしれませんね、うん、はいはい、だからやっぱりそういう意味では桑原市長すごかったなと思うんですけ ど、うんうん、なるほど、でそういうことがあって、まあ、あの地方防犯も、まあ、移籍っていうんですかね、うんうん、ホームタウン移したわけですね。そうそう、ホームタウンもそこに移して、はい、まあ、始まって、はい、うん、でまあ それがスタートの時は良かったんだけど、うんうん、地方防犯のその、チームそのものはね、そんなにね魅力的なチームじゃなかった、こんなこと言っちゃうわけですけど、はい、まあ、もういいです今日は、うん、で、まあ、すごくその人気はその思うほど上がらずに、はい、観客動員もそんなに増えずに、うん、でまあ、バブルがどんどん弾けたことで、うん、そのバックアップするその、スポンサーがもうつきにくい状況になったんですよね、うん、
であそこはまあ九州電力だったとかいろいろ有力なまあ企業がいっぱいあるんだけど、どちらかというとラグビーの方は福岡中心だったですから、うん、全面的に立って支援してくれるそういう企業がなくて、で当時ですね、北九州コアコーラボトルズ株式会社っていうところはですね、ちょっとしたスポンサーになったんだけど、うん、それが表立って全面的に支援しますよというところが出てきて初めてチームを持ち直したんですよ、うん、それが出てこなかったらちょっと危なかったですね。もう、なんというのか、チーム全体の雰囲気、僕も練習場まで見に行きましたけどね、あんまり雰囲気は良くなくて、なんとなく博多のそういうスタジアムできる前、うん、ベルディだとかなんかで、うん、博多陸上競技場で試合をすると、うん、もう超満員だったんですよ、はいはいはい、J リーグスタート前後、はい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 、だからどうしても福岡でそんなにお客さんが入るならば、うん、チーム欲しいと思われるのは当然だと思うし、うんうんうん、もうともかくだから福岡行ったら絶対満杯になるっていうんで、当時かなり、うん、その陸上競技場で J リーグ試合やってるんですよ。なるほど、ね、うん、ところがまあ初めのそういうのもバブルが始めたっていう感じがあって、うん、その北九州、コカ・コーラボトルズ株式会社の支援がなかったら、うん、ここその継続は難しかったろうなって、その時の、会社から出向してきた末安さんというと、うんうんうん、僕ももうねこれ今見たら1,2,3,4,5,6 回ぐらい行ってるんですね。だからしょっちゅうね連携を取って、うん、師匠にもいろいろお願いをしてバックアップをしてもらって、うんうん、もうねともかく資金が続かない云々っていうの方もね相当もうやばいなっていう感じで、うん、その福岡九州に行ったのよく覚えてますね、うん、だからまあそういう意味では、そのコカ・コーラボトラ今はコカ・コーラウエストっていうことですかね、で、うん、そういうところが支援してもらったおかげで、それからスウェアス社長がコアコーラから出向してもらってしっかりチームを立て直すことでものすごく努力してもらった。うん、だからいろんなその選手の派遣その他についてもしょっちゅう相談を受けてましたんでね、まあこの辺そういうことがあってなんとか今の時代を迎えてるっていうことですよね。これがまあアビスパ福岡ですね、はい、一番初め、うん、もともと藤枝ブルックスそうですよね、そうです、中央防犯藤枝ブルックスが、はい、やっぱりこう本当に九州発じゃなくて、うん、まあ、ちょっと引っ越してきたような、引っ越してきた完全にいやなんか根付いていないというか、地域の方々と クラブが、やはり本当に福岡のクラブになるのにはちょっと当時非常に厳しい状況、もう一番その最悪だったんですよね、ジェイム始めるうわーっていうて、すごいその人気度が落ちた頃にちょうどそうなった感じでしたから ね、だから移籍したっていうか、そういうあれはトスフューチャーズもそうですよね、うん、その次は仙台ぐらいですね。で仙台は東日本ハウスって言ったかな、今名前変わったと思いますけども、はいはい、そこがJFL の、うん、仙台、当時はね名前が違ったな、ブランメル仙台ですよね。もともと東北電力のサッカー部からなんかが発祥で、そうなんですよね、ですよね。で東北電力のその副社長が小林さんといって僕の早稲田の先輩でよく存じ上げたんですよ、はいはいはい、でまあいろいろあってそのまだJ2 っていうか JFL の一部で J リーグを目指すというふうな準会員かな、うん、の位置づけの時に調査に行ったんですね僕が、うんうんうん、でいろいろ状況を聞いてみたら、うん、ちょっと給料の明細見せてくれって言って、僕はその頃各クラブの選手の給料の明細全部見てたんですよね。それは、うん、で見たら J1 からそのチームに来ている選手がものすごいんですよね。ああ、はいはい、でそれがほとんどね平均1000万ぐらい高いんですよ、 J1 よりも、 J1 の給料よりも、 J1 の給料引っ張ってきたんで高いんじゃなくて、J1 でもらってきた給料よりもさらに高い、1000万ぐらい高かった選手の給料が。うわ、だからそんなことで成り立つわけありませんよね、はい、それでもうこんなことじゃダメだとかって相当まあ
その子の時にチェックしていろいろ言ったんだけど、はいはい、結局もうあのスポンサーとしてはとてもやりきれないということで、1996年かな、もう全部全面的に降りますということを言われて、いやもう困ったなっていうんで、東北電力のその小林さんとか会ったりして、でいろんなその前後策をまあその時話をしたんですね、はいはい、その頃の辺はあんまり詳しく覚えてませんけども、僕が一番よく覚えてるのは、まあ、あの当時藤井さんという市長がおられて、はい、その人が全部よく仙台市長を、はいはい、応援していただいたのと、うん、浅野知事もね当時おられて、うん、はい、で2人ですごくね支援していただいた記憶があるんですよ。で僕は講演会に行っていろいろ講演で話して、そしたらその時に僕が記憶があるのは、僕の講演の最中に僕は涙ながらに何の話したか覚えてませんけど、そしたら終わった後食事したら浅野知事が、川淵さん講演をしている最中に泣いた人初めて見ましたよって言われたので鮮明に覚えてるんだけど、その後まあ知事は体を壊されましたけど、その時にもう藤井市長がそのいろんなもうバックアップを一生懸命考えてもらって、もうこれはやっぱりね、もう J リーグには入ってなかったですよね、準会員で、だからもうこれ絶対潰れるなと僕は思ったんですよね、だからその頃アイリス大山なんか大山さんなんかはもうすでにスポンサーであったけれども、全面的に表に立って支援してもらったり、それからまあ藤井市長、それから浅野知事が、まあ僕が一番感激してるのは、藤井さんは VIP ルームでは絶対見ないと、自分で切符を買って、そういうチケットを自分で購入して見るっていうね、やっぱりそこまでやっぱりするんだなっていうのですごく感心した覚えがありますね、まあ、そういうんでそのなんていうのか、最悪の危機の時にやっぱり地元の組長さんがそういう面でいろいろバックアップしてくれるっていうことは、いろんな地元の企業が支援できやすい体制を、まあ、ある意味で整えてくれるっていうことにもつながってね、だこれやはり、まあ、J リーグが初めにお願いするときにはほとんど組長さんに僕自身が直接会っていろんなことをお話してましたけれども、だそういうところはいざっていうときにそういうことが役に立ったなっていうのはこの、まあ、ブランメル仙台ですね。まずその お金というか選手報酬を全クラブ見ているということも、これもちょっと驚き で、で結局その高い賃金をやっぱり下げなきゃ経済圏できないわけで、下げる話と、知事とか市長に協力要請して支援体制を組んでもらって陣頭指揮を取ってもらうって、こう売上上げる話とコストを下げる話をチェアマンで出てってやっていくっていうことなんですか。そうなんですよね。でね、J1 は15人だったか18人だったかプロ契約しなければならないってルールでしょ。それは J2、まあ、その頃はまだ J2 はできてませんけども、プロ契約5人だったかな、ちょっと記憶さらかじゃないんですけど、プロ5人はしなきゃいかんけど、あとは別にしなくていいっていう意味は、アマチュアでもそこで選手として採用していいよっていう意味なんですよね。っていうのは経営的に成り立たないもん、選手にそんな高給を払って、それはまあ収入がむちゃくちゃあったら成果配分で給料高く選手に払ってほしいけれども、そんな収入があるわけない、財政的に相当な負担を強いられるのは選手の年俸ですからね、だからそういった意味ではそのプロ契約を5人まででいいって言ったらそういう意味なんだけど、そういうことを全く理解してないよね、各そのクラブの経営者は。だからプロであるならば選手全員がプロ契約しなきゃならないと思ってるわけで、だからそこが根本的に僕と考え方よく分かってなかったところなんですよね。だって儲かりもしないのに選手にたくさん給料払っててどうすんの、ましてや J1 でもらった給料よりも1000万も多く払って、だからね、もうそういった平均1人当たり平均が1000万、大体ね5、6、7、8人、だからこう大体合計で1000万高いじゃん。違う、1人当たりの選手ね、1人おっとるじゃん。だから僕は当時各クラブに全部の選手の年俸を全部集めて報告させたんですよね、でそれは
もちろんマスコミにはオープンにしないけれども、うん、やっぱりそういう経営状況とかを、うんまあ、見る上においてはそれは大事なことだし、はい、で異常にまあ高くなった時に他のクラブに与える影響もありましたからね、うん、かなりそういう意味では強権発動したっていうか、みんなそういう意味では毎年選手の連邦が決まったら僕のところに報告してもらってたんですね、うんうん、まあそういう意味ではみんながそういうことは大事だということを理解してくれたからでしょうね。まあ、でそういうことでトップは下部さん入ってて再建、まあ、もし市長とか知事とかがに協力要請していなかったら、もしくはそのコストをそのまんま放置してたら、うん、やっぱり今 の, あのベガルタはもしかしたらないなかったでしょうね。もうまだ影が薄かったですしね、まあ、ねやっぱりそういう仙台の皆さんにそのブランベル仙台の存在なんて認められてない時だから、うんうん、だから消滅は一番しやすい時ですよ。あ、そうですね、だからやっぱりそういう意味ではね、もう藤井市長にはもう頃から僕は感謝してるんですよね、うん、藤井市長がいなければやっぱりなかなか、うん、仙台の存在は難しかったなっていう。今でもあの報道なんかでいうと島根の、うんまあ、まだ J クラブがないんですけども、J リーグ入りを目指すクラブが、うん、あの選手報酬が払えないで破綻したニュースがこの間ありました、うん、真っ神楽っていうチームだったと思うんですけど、うんうん、同じようにでもそんなに小さな存在ですからなくなっても気がつかない。そうそうそうですよね、まあ、もしかしたらベガルタも今破綻したら大きな話になるけど、うんうんうん、それがなくなっていたかもしれないということです、うん、だから考え方が基本的に間違ってるのは、うん、ともかくそのプロの選手 J リーグに入ったら給料たくさんもらえるっていうのはね、 J1 のそれなりの活躍した選手ならもらってしかるべきだけど、下にいる選手はそんなに自分たちのおかげであの入場料金その他利益を上げてるわけじゃないんだけど、うんうんうん、ないんだけど自分がサッカーを一生懸命やれる場所がある、うん、そしてそこで活躍して認められれば、うん、上に行ける J1 に行ける、それこそヨーロッパに行ける、そこの道がつながってんだっていうことに対する、うん、その自分なりの思い入れっていうかね、そういうものがベースにあって成り立ってんでね、うん、J3 の選手全員に給料払ってね成り立つほどのチームなんて日本にはそうあるわけじゃない。例えば試合に出て、うんまあ、これだけ試合で1試合で500〜600万円利益が出るから、そのうち の, あの、まあ、200万円ぐらいは選手としてあれしましょう、だから試合給1試合したら10万あげますよとかいう分はいいんですよね、うん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 、でも年俸例えば1000万とか言ってみてね、そんなので払えるかっていうことでしょ、うんうん、だから払えたら払えないですよ。だからそういうこと何も払うなって言ってる意味じゃなくて、そういうことクラブが成り立つためにはどうしなければならないかっていう考え方が経営者が足りなかったっていうことですよね。今もそういうクラブいますけどね多分そうですか。まあでも仙台あの残ってよかったですよね。いや本当によかったですね。さて3つ目はどこでしょう、うん、で3つ目はねやっぱり、サガン鳥栖ですね。わで、まあ、これも鳥栖フューチャーズっていうところが、うん、もう社長がサッカー大好きで、はい、で鳥栖フューチャーズじゃなくて PGM フューチャーズ PGM フューチャーズが、はいはい、もうの社長がサッカー大好き で、うん、でまあ、藤枝か浜松かとか、はい、静岡県浜松ですか、ね、浜松ですか、はい、浜松で、はいまあ、やりたいということを言ってたんだけど、うん、なかなかスタジアムが手に、うん、もう自分としてはあの設立するのは難しいところになって、うん、諦めてた時に、うんうん、だから一番初めにその、もしあの、うんなんだうん、あのマラドーナを連れてきたら、うん、公立競技場で試合をやらせてあげるから、うん、マラドーナ連れてくるんだらば入れてあげてもいいよ、まあね、な絶対連れあの鹿島のね屋根付きの問題6枚の鹿島のね1万5000人に、はい、屋根のついたスタジアムって言ったのと同じでね、はい、マラドーナ来るわけないと思ったから、はい、マラドーナぐらい連れてくるんだらね、はい、公立競技場でやらせてあげてもいいよっていう話をしたら、はい、本気になって言っちゃったんですよね、はいマラドーナ、うん、でマラドーナのでその前段としてマラドーナのウーゴ・マラドーナと弟を日本に連れてきてるわけですよ、うん、そこがそうでしたトスが、はい、それで結局本人もね、うん、かなりその気になってた、うん、そしてあので例のあの、うん、覚醒剤というかそうそう、はいうん、あの麻薬っていうのかねその問題であれだったからね、うん、いやもうちょっと早くマラドーナ呼んでたらマラドーナもああいうふうな災いの中に
巻き込まれなかったかもしれないなという思いがあるんですけど、まあそんなことがあって、もうどうしてもプロになりたいという思いの中で、まあ、トスがそういう動きをしてるん で、うん、でそこに、まあ、それこそ乗り込んでいったわけですね。なるほどね。でトスでなんとか J リーグに入ろうということで、はい、いろいろ活動したんだけど、はいはい、結局、まあ、会社の業績もそれほど上がらずに、うん、やっぱりもうその J リーグに入る目処がなかなか立たない中でもう撤退しちゃったわけですよ、うん、PGM が PGM フィーチャー、はい、PGM 側が、はい、でその時にもうそれこそ支援する企業どこもないわけですよね、はい、でトスそのものもそんなに、うん、心から歓迎してるっていう感じでもなくて、はいはい、でその時にもうこれはなくなるかなっていう感じがあったんですね、うんうん、そしたら山下さんってこれも師匠、山下師匠ってこの人も、はい、それこそもうトスフィーチャーズの今あるのは山下師匠あるおかげなんですが、うん、鳥栖駅、JR 鳥栖駅の真後ろにね、すっごい空き家があったんですよ、うん、はいはいはい、でそこにサッカー場を作りますよってね、僕、鳥栖へ行ったらね、はい、本当だなって、駅前ですよね、こんな駅前のね、こんな一等地にね、サッカー場なんか作れるわけないのになって思った、はい、で山下師匠はその徹底的に誘致活動して、JR の空き地だったのかな、うん、なんかそことの交渉をして、うん、スタジアム立っちゃったんですよねでどういうふうなことの予算であれしたのかよく分かりませんけど、僕は直接本人から聞いたことではないんですけど、山下市長自らが1億円寄付されたっていう話を聞いていて、個人で個人でだから市長が1億出して、うん、でね、だからまあそれはすごいな。でもそれも山下市長がトススタジアムをあそこに作らなければ今のトス、サガン鳥栖はないですよね、これは明らかに全くないですね、うん、はい、それでそのまあそういうものがあって、それの話はちょっと前後するんですけど、サガン鳥栖のそのバックアップする企業がもう撤退した後、うん、もうほとんどその次のスポンサーって見つからなかったんですよね。あ、でそれで現場の現地の鳥栖市の人が経済界の人がみんな集まって、うん、どうしよう交渉っていうような話があって、うんうん、結局そのいろんな役員委員会みたいなのができてあれするんですが、もうあんまり長続きしないんですよ、うん、で社長もしょっちゅう変わったり、うん、で責任企業っていうのは出てこないと、うん、今のままではもう、うん、クラブとして成り立たないで、J リーグの理事会でですね、うんうん、もうそれどうしようかっていうことを決める理事会があったんですよ、はいはい、それではトスの僕がその、当時虎ノ門のところに J リーグの事務所があったんですが、うんうんうん、そこに僕が入ってことすると、うん、4,5 人その人が立っていて、うんうん、で何ですかって言ったら、そのいや今日なんか会があるんですけど、トスはぜひ残してほしいっていうね、直談判に待ち合わせして、直談判に待ち合わせしてたんですよ。それびっくりしちゃって、そんなことが理事会今日それをやるということまでよく調べてるんだなと思ってびっくりしたんですけど、うんうんうん、でその時にまあどういう段取りでそうしたのか知らないんだけど、うん、まあとりあえずそういうことで一生懸命やってんだから、うん、継続させてやってる、まだ J リーグに入ってませんからね、いわゆる巡回員ですから、うんうん、だからそういう立場で様子見てやっていいじゃないかって、うん、いざとなったら別に辞めてもらえばいいんだからっていう話ですよね、うん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 、それでまあバックアップするためにじゃあそういう経営者もいない、どういう運営していっていいかわからないっていうね、うんうんうん、でそういうことに対してジェネラルマネージャーはやっぱりもう送り込んで、うん、クラブそのものを変えてしまおうっていうんで、うんうん、事務局長の熊瀬さんっていうのをね、 J リーグの中の、うん、職員っていうか職員も事務局長レベルですね、はいはい、それを、2,3 ヶ月送り込んで、はあ、だからまあね、ここのサガン鳥栖の後援企業が今ちゃんとした言葉出てきますけど、うん、それまでのね何年間はね、うん、かなり長い間、うん、全くそういうスポンサーがつかずに、地元の人が入れ替わり立ち替わり、うん、経営陣として入り込んだけど、もうまるで物にならなかった、うん、地元の経済力を結集してってことにならなかったですね、うん、でその時にやっぱり一番の拠り所は山下市長で、はい、市長で今回
その次の市長も今度変わられましたけど、その次の市長も、うん、もう全面的にサガン鳥栖を応援してもらって、練習場の整備だとか、それから市の職員全部が試合の時に応援に行くだとかね、積極的にこう関与していただいたからサガン鳥栖があるんで、もうこれまさにもうそういう陳情が来るぐらいですから、もうで全員のクラブでもないし、まあしょうがないかっていう感じも僕にはあったんですけどね、あれだけ熱心にやってもらってるのになっていうことがあって、まあとりあえず、まあ、いざとなったらもうそういう判断をせざるを得ないけど、まあしばらく様子を見ようということで、そういう継続を図ったっていうことですよね。なるほど、今J とサガン鳥栖は、まあ、J2 から J1 に上がったクラブの中で一度もまだ降格ないんですよね、これがもうね、だから唯一のって言ってるのぐらい、そういうクラブがもしかしたらなくなってたかもしれない、でそのもしかしたらっていうのを救ってくれたのは、水に1億出してくれた山下さんであり、そうですね、あそこの駅前の不動産スタジアムをこう、あんなに目の前にスタジアムを作った方々であり、そうですね、待ち伏せしたサポーターであり、そうなんです、そうなんです、その人がまずね、そういうのが何か欠けてたら、あれですよね、ないですね、でまして今度、そのなんていうか J リーグも事務局長の熊地さんを送り込んで、人も送り込む、スポンサーの内規も送り込む、もうみんなで寄ってたがってこう支えなかったら、何かが欠けてたら多分まあマラドーナ来なかったですけど、フェルナンド・トーレス来ましたからね。そうですね。だからね、一番初めね、山下翔吾がこうグラウンドを作るので ぜひ見に来れって言って、僕がドスの駅へ着いたんですね。で着いたらこっち側はもう何もない の原っぱで、こっち側は町なんですよ、はいはい、で町のところにずっと家がこう2階建てかなんか建っていて、こちらに窓が一つもないのね、はい、あれなんで窓ねえんだろうって、ほら機関車が煙を吐くじゃないですか、だから窓はみんな向こう向いててね、こっち側はほとんど窓ないんで、異様な光景だった僕にそれ、面白いとこだなって、昔からだからあそこ交通の要所ですからね、そうですね、だから機関手がいろいろあれ相当の交通量があったんだと思いますけど、でその時に JR の鉄道をまたいでこっちに行く道路とか踏切からなんもなかったんですよね、でこのスタジアムができて、ここに横断の陸橋ができたりでね、街の発展にもね全然それプラスになったんですよ、ね、だからまあそういった意味ではやっぱり山下さんのスタジアム誘致、そこのところの詳しい話は僕はあんまり存じ上げないんだけど、それがまあ今のサガン鳥栖そのものっていう感じですね。なるほど、さっき の福岡の話も今回 のフューチャーズの話もそうなんですが、やっぱりホームタウン移転で、根付かせていくのはなかなか難易度は高いんですかね。やっぱり親しみ、根本的な底辺の親しみっていうのはなかなかできにくいってことでしょうね。やっぱり外人部隊というイメージがどうしてもついて離れないということがあるんじゃないですかね。逆に言うと地域リーグ、県リーグや地域リーグからこう時間かかっても、ちゃんとこう耕しながら上がってきた方が本当はいいのかもしれないですね、だから今大体 J リーグに新規参入したいところのクラブのあり方ってそういう感じですよね。だからすごくそういう意味ではいい方向に行ってるかなとは思いますけどね。いやいやいや、3つ目の話も相当、もしあれがなかったらクラブはなかったかもしれないという、4つ目はそうですね、4つ目はね、一番その当時の J1 のチームでありながら潰れる一番の危機がエスパルスですね、清水エスパルスですね、サッカー王国、そうでもこれはね、だからフユーゲルスマリスの合併問題の前ですから、もう一番もしどかったです僕は。清水エスパルスはテレビ静岡の戸塚社長っていうのはね、はいはい、本当のもう権力者で、はいはいはい、で権力者でワンマンで、そういうテレビ静岡そのものの経営を自分が率先してやっておられたですから、まあ、そういう相当な実力の持ち主、その人がもうどうしても清水にプロのリーグをっていうことで、早くから
数に声をかけたりっていうぐらいの人だったんですよ。で僕もその前にいろんな報告を受けたりなんかして、まあ、清水はもう初めに入ること決定してましたからね、うんうん、そしたらそのやっぱりバブルがはじけて、で戸塚さんが駅前だどっかにその相当高層ビルを建てられたんですね、うん、何階建てぐらいのビルかどうか知らないんだけど、うん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 、でそれはまあバブルの頂点の時にそういう、うんうん、計画を立てられて、うん、いざできたら、うん、もうテナントほとんど入らなくなって、もう経営的に完全に行き詰まったんですよ、うん、でそれもじゃないけれどももう清水エスパルスをサポートできないって、うん、まあ、経営者としてはもう泣いてこうそういうクラブを切るということを、うん、まあ、せざるを得なかった、まあ、戸塚さんのおかげでその練習場もですね、芝生の練習場、クラブハウスとかも全部戸塚さんが作られたんですよね、うん、それを僕も全部見に行ってますから、うん、だからそれこそ、まあ、戸塚さんにしては本当に団長の思いどころの騒ぎじゃないぐらいの団長の思いだったと思いますよ、うんうん、それで、まあ当時横田さんという人が社長 で、うん、で当時、まあ、日本のサッカー界で少年サッカーというか小学生サッカーを一番こう、うん、盛んになるその導いた堀田さんという人が、堀田先生、ね、堀田先生が清水のそういう裏でみんな面倒見てたんですよね。あでその、まあ、堀田さんと横田社長とそれから、当時の市長さん、うん、宮城島市長さんなんていうのと、うんうん、清水エスパルスの在り方なんてしょっちゅう話をしたんですけど、でその時に東京丸の内のパレスホテルで、うん、その横田社長と、うん、そのなんだ堀田さんと3人で、うん、どうするかってね、本当に最悪の話し合いをしました。だからよく覚えてるその時のことを。でその時に唯一その、沼津の方でハム会社を経営してるその名前で言われる有名な会社ですけども、はい、その社長がサッカーに熱心で、うん、まあ、Jリーグをいずれ目指したいって言ってるんで、うん、この人になんとかサポートをお願いできないかって川口さんについては行ってほしいっていうことで、うんうん、であそれならもうぜひお願いしたいと思って行ったんですけど、うん、やっぱり沼津の人が、うん、清水となるとそれはもう清水の人が受け入れられない、申し訳ないけどって言われて、静岡らしいですね、そうそう、まあそれはそうだろうなと思って、でもこの時にはね本当にどうしていいのか分かんなかったですね、もうあまりにも急激な、うん、もうその頃清水エスパルスもねいろいろ僕は全部経営面をチェックしに行ってますから、うん、で2年目ものすごく儲かってどのクラブもものすごく豊富に財源豊富でいろんなことができるなということで、うん、会いに行ったらね今その余剰金どのぐらい残ってるんですかって聞いたらね、いやほとんどありませんって言われて、がっくりした覚えがある。戸塚さんでもって、うん、いやだどん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 もうそんなことしなくても余剰金出たら選手に給料として配っちゃえばいいわっていう感覚かな、うんうんうん、うん、だ税金払うよりはもう出しちゃう、そういう感じ、うん、でまあ、戸塚さんがこんなんなら他の人ももう追ってしるべしたなっていうね、うん、感じがあって、うん、そういう将来のためなんとかっていうふうなことを考えてた人がいるかどうかは別としても、うん、そういうことまで僕一応チェックしに行ってんですよ、うん、だからそんなに剰余金をみんな残して次のなんかその危機の時に備えようなんていうことを考えてる人は誰もいなくて、うんうん、みんなもうどん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 右肩上がりにずっと行くに違いないっていう感じですかね。でそんなふうなことでその宮城島っていう市長とその話でいろいろやったんだけども、もう本当にね完全にお手上げ状態になったんですよ。あもうダメだと、うん、ダメだって。だから鈴代さん、鈴代社長、うん、鈴代の鈴木社長が見るに見かねて、はいはい、まあ、うん、そういう状況は清水市内で分かりますし、うん、市民の声なんてまあいろいろ出てくるでしょうからね、うん、だから鈴代さんとしてもまあ、清水を代表する静岡を代表する企業だから、うん、ここはやっぱり助けなくちゃいかんと思われたんでしょうね、うん、で僕もお会いしてましたけどやっぱりじゃあ2年って言ったら3年ってよく覚えてないけど 2,3 年、まあ、バックアップします、うん、その間に探してくださいと、うん、どうかスポ有力スポンサーを、うん、
でその間にできなかったらちょっとなんとも、うん、あのもう応援しかねますっていうことで、うん、まあ、とりあえず 2、3年でもやってもらえば、うん、もうありがたい、こんなありがたいことはないっていうことで、うん、末雄さんがその白馬の天使になっていた、うん、ホワイトナイトで、うん、本当はホワイトナイトで、うん、でその時にね、奥様はサッカーにまるで興味なかったんですよ。ところが J リーグの試合を見られて、うん、奥様がすっごいファンになってもらった。これが多分最後聞いたかなと僕個人的には思ってるんですけどね。1、2年で終わらずに、そうそう、それで今まで続いてる。あの時のそのもうホワイトナイトが、うん、いなかったら清水もちょっとやっぱり、うん、で本当にまあ多分ね、うん、一番その今まで話した中でも一番危ないっていうか、もともといわゆる J リーグスタートする時のオリジナル10という10クラブの中で、うん、いわゆる実業団ではない、うん、まあ、いわゆるバックがない回、うん、唯一のチームであり、うん、そして、まあ、JFL とかとで戦ってるわけでもないわけですもんね、うんうん、だから、うん、それは言いたくなかったわけですよ、僕としては、うん、あんなに危機的な状況だから、フリューゲルスマリノスの合併の時に、いやこういう例もあってこのまだ御の字だよなんて言ったら説明しやすかったろうと思うんだけど、うん、僕としてはそういうことを一切言う気はなかったね。なるほど、やっぱり J リーグっていうのはどちらかというと実業団ではないんだと、うんうん、そう、実業団丸抱えのリーグじゃなくて、やっぱりそうした市民クラブや、うん、そういう地域のモデルクラブがある、まあ、J リーグの一つの象徴みたいなクラブだったんで、一番の象徴、唯一でしたからね。唯一のクラブですもんね、うん、だから僕は僕自身今考えればね、そういう話は世間に一切しなかったのはなんでかなって、今にして思えばそういうことだったんだなって、うん、だけど、うん、逆に言うとこう経営危機だっていうのがバーッと出ちゃうと、取り付け騒ぎじゃないけどスポンサーになろうと思うところもなりにくかったり、やっぱりこう評判ってありますよね。うん、うん、まあ、あのフリーレスマリノスの時に僕が言ったのは、これあのなんていうか、他のクラブに対してある意味で危機を持ってもらって連鎖反応が起きないということが一番のポイントだということを僕は思ったんですよね、うんうんうん、だからそういう意味ではそのやっぱり唯一そういう事業あのバックアップのないあのその清水エスパルスが潰れるということは J リーグそのものが崩壊するという思いが僕には強かったんでしょうね、うん、だからこういう話は絶対にすべきじゃないと思ってたんでしょうね、無意識のうちに。ほら見たことかと、やっぱり実業団でなければこんなスポーツはできないんだって言われる可能性非常に高かったんですよ。ほらであんな弱いチームをね、よく、その J リーグなんかに初め入れるからこうなるんだっていうことですね、うん、だからまあそういう意味ではあのそのルゲス・マリノスの合併問題の前の一番大きな僕としての難問だったですよね、うん、今思うとそのパレスホテルですか、うん、まあ、あの堀田先生って、私堀田先生の書いたあの少年サッカーをこう育てる、うんうんうん、あの生み出す、やっぱりあの静岡がサッカー王国である原点は、うんうん、子供たちのサッカーをずっとこう、うん、普及していた堀田先生が、少年サッカーの堀田先生が実はその最後のパレスホテル会議で、うん、その救済策を一緒にどうしようかってことを考えてたってことですよね、うん、そうなんですよ本当に。だから清水エスパルスイコール堀田先生って言うんですか、まあ、そういうことなんですよね、うんうん、でまたそのホワイトナイトである鈴代さんが1年、うん、2年っていうのが今でも支えてくださって、だからずっとね、そこでもう20年以上ですからね、ありがたいことですね。またその奥様、うん、僕は奥様に直接俺は言ってませんけど、奥さんのおかげに違いないと思ってますけどね、うん、ただやっぱりこうなんていうんですか、テレビ静岡も本当に支えてくださる思いがあって、うん、あの練習場とかいろんなものを整備するんですけども、うん、それを超えるこうバブル崩壊っていうのがあると、うんね、うん、常に今度そういうリスクもいつ何時どんなことが起こるかも、うん、右肩上がりじゃないってことも心しながらやっぱり手を打っていかないと、うん、もうダメだってなっちゃうこともあるってことですよね、うんうん、だから結局はね、まあ、清水市民はサッカー大好きだし、うん、でまあ鈴木社長も、うん、まあ市民がやっぱりその
倒産するっていうか消滅するっていうのはやっぱりみんなよく思わないだろうって、やっぱり自分がやっぱり助けなくちゃなっていう思いが地元に根ざしてるだけにそうなるんだと思いますよ、うん、そこが大事なことですよね、うんうん、だからそれだけにサガン鳥栖なんかはそういった意味じゃ危なかったわけですよ、うんうん、まあ福岡も似たような感じありますね、まあ、そうですね、うん、そういう時で株主さんはそのなんていうか精神状態ってどんな感じなんですか。普通の人だったら夜が眠れなくなるとか、うん、ずっとそういうのにとらわれ始めちゃうと、うん、食事も喉を通らなくなるとか、うん、ありがちじゃないですか。そういうのはあんまりなんないですよ ね。だから、うん、まあそれは深刻に考えても夜眠れないっていうことはあんまりないですね。それは。よくいや俺はもうほとんど夜寝てないとか言いますよ。よく寝てます、よく寝てますけどね。いや、だからあんまりそういう意味ではどっかで割り切れるあれがあるでしょうね、うん、多分、まあ、何かどっかで必ずうまくいくだろうっていう期待しながら、うんうん、もちろんそうですよね、うんうん、だからどっちかっていうと人に言うのは僕はどちらかというとネガティブシンキングのものの言い方するけど、うん、自分自身の考え方はやっぱりポジティブ、何かできる、どちらかっていうとポジティブの方ですよね、うん、いや私もいろんなことあったんですけどね、眠れないってことはないんですよ。ああでしょ、もう3、2、1でカーンって寝ちゃうんですけど、うん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 、まあでもその時起きてる時は起きてる時で悩むんですけどね、まあでもそれはそうですよ、ね、うん、悩まないわけがないんでね、まあそうですね、うんうん、さあちょっと前半最後になりますけれども、うん、5つ目、うん、これはどのあたりの話でしょうか。コンサドーレ札幌、札幌、うん、はい、これは本当にバブルのせいでほとんど危なかったということですよね、はい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 、でコンサドーレ札幌は一番初め創立の時にですね、うん、僕はあの日本青年会議所のちょうど札幌の理事長会長っていうんですか、はい、JC のあれ、はいはい、が僕と会って話をしたいっていうんで、だから株さんなんとか J リーグのクラブを、うん、札幌に、うん、作りたいんで、はい、なんとか支援してくれませんか、はい、っていうことだったから、はいはいはい、僕はそれまで東芝のチームのその実業団で結構強かったチームの監督をしたり指導してたんです、うん、古川電工の監督辞めてから、はいはいはい、でプロカレになる時に東芝さんはもうプロカレに参加しないということを言ってて、うん、まあチーム全体としては不満感を持ったんですよね、はいはいはい、でそんなことがあったんで、うん、なんとかその、うん、東芝を札幌に移すと今の地位のまんまで、うん、リーグで活動できますから、当時 JFL だったと思いますけども、でそれを動かすためにはやっぱり発電機を売っている東芝充電ですから、うん、北海道電力から、うん、東芝さんに話してもらうのが一番いいなっていうようなことで、うん、東芝がそれで OK 出して、うん、それでまあ無事移れたっていうことが初め掘ったんですね、うん、でこれもまあなんていうか、それこそスタジアムも陸上競技場の後だし、うん、なったってもう野球は巨人が行きゃもういつでもどこでも満杯っていうのは北海道のね、そういうスポーツに対する人気度で、だからサッカーもどうかなと思ったんですけど、まあ桂市長っていうのはやっぱりそこでおられて、僕が一番初め行った時、札幌市長ですか、桂市長、札幌市長、はい、でその一番初めあそこの有名な陸上競技場、名前がもうすぐ出てこないんですが、厚別ですね、はい、でそこの陸上競技場で一緒に試合を見て、いろんな話をさせていただいて、はい、桂市長がいる会議は大丈夫だなっていう思いがあったんですね、うんうん、でまあワールドカップの時の話になる、ちょっと話が飛ぶんですけど、うんうん、ワールドカップの時に、うん、あそこにドームスタジアムができますよね、うんうん、で裏話を僕は聞いたんだけど、うんうん、作りについては西武の堤さんが野球場とあれで作ってくれと、うん、そしたら年間 のシリーズの半分の試合そこでやるよと、うんうん、いうことがあって決心されたんですよね。あ、野球がプロ野球が、うん、まあ、年間当時100、まあ、ホームゲームで60試合ぐらいかな、だから30試合はやるよっていう意味ですよね、うん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 、でそういうことがあって、まあ、あれぐらいのもう相当ななんていうか当時としては画期的なドームが、うん、スタジアムを作られたわけですよね、うんうん、で結局いざ
あのドームができたら日本ハムが、うん、全部の試合やりますよって言ったから、うん、それで日本ハムに変わったという経緯があって、うん、あだから初めにあの津波さんがそんな話しなかったらあれできてなかったなあそうですか。そういうのがまあ一つあって、それはまあちょっと別の話ですけど、そうすると今埼玉にある所沢の西武ライオンズが向こうに行く可能性があって、そうそうそう半分半分あそこはお客さん入んなかったからすあんまり、あだから年間の所沢で半分音源半分やるっていう約束をしてたりだ、ね、そういうことですか。そういうことだ、だからあれ作ったんだよね。なるほど。で、基本的には一番初め熱心に応援してたのは今井青山岩井デパートとかがあるんですよね、はあ、札幌に、はあはあはあ、でその今井っていう社長が全面的にコンサドーレを応援してもらって、はい、なんかサッカー大好きだったみたいで、はい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 、でまあ相当な借金をしながら百貨店の経営をし、うん、そういうコンサドーレのバックアップをしてくれたんですよね、うんうんうん、それで北海道拓殖銀行が潰れたでしょ。白銀はそうですね、うん、それで、ね、はい、そこから全面的に融資受けていたから結局は一連のことで倒産なっちゃったんですよ。だからもうどうにもならなかったわけ、あ、うん、だからもうそれはちょっとねもう僕らとしてもどうしようもないという感じがあって、で白い恋人たちの、社長のな、名前がすぐ出てこないんだけど、あ、石水さん、あ、石水さん、ああで石もうコンサドーレの白い小人たちは一応スポンサーになったけどそんな表立ってなってなかったんですよね、うんうんうん、でまあ、 あのその、今井さんがそういうことで経営に立ちできなくなって、うんうん、で桂市長なんかとあとどういうふうに運営していってくださるんですかとかいうことでいろいろあって話をしている中で石見さんがじゃあうちが引き受けましょうということでやっていただいた。うそうですか、ええ、で、僕もその時も何遍も北海道札幌行きましたけれども、うん、結局、社長が練習場とクラブハウスをですね、うん、白い恋人たちの博物館みたいなんですよ ね、 そうですね、チョコレート工場のところ、うん、あ、はい、そうそう、ここですね、はいはい、その横に練習場とクラブハウスっていうんですね。だから僕それまで見に行きましたよ、うん、もうありがたいなって、うん、だからまあそれでは白い恋人たちがいたから今のコンサドーレ札幌があるんでね、うん、まあコンサドーレ札幌としてはあの白い恋人たちに足向けて寝れないという、そうですね、そういう感じですね。でもその時も桂市長が一生懸命いろいろ放送していただいて、うん、僕とも何度かお会いして、うん、打開策を見出していく努力をしていただきましたね、これもじゃあバブルの話、そう、これは完全にバブル、ね、バブルがもうそのまま影響した。百貨店は丸い今井さん、丸い、あ、丸い、あ、おやら丸い今井だ、丸い今井さんですよね、そう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 、丸い今井です。それが宅品との、うん、あの当然ですから北海道企業ですから宅品との破綻に、うん、つながって直撃を受けるということと、うん、でそこをこうまあ逆に言うと石水さんに救っていただく、うん、私も何回か行きましたけれども、あのチョコレート工場の横の練習場はあの、うん、地下の地下水を汲み上げて、うん、そこを下に回すので、うん、常温ででも雪の時期に、うん、あのそのなんて言うんだろう、練習ができるというか、うん、ああそうです、それはちょっと僕はあれですけど、雪を溶かすような、うん、まあいいクラブハウスもありますしね、うんうん、なんかね、だからああいうところに作ってもらえるっていうのがかえってそれがいい方向に行ったわけで、はいはい、ただドームの話っていうのが堤、うん、さんも出てくるとは、うん、そうそうそう、だからあれもだからいろいろ赤い糸でこうね結ばれてる感じがあって、今では今度日ハム側の北広島の方にあるらしい、うん、そうなんですよね、ね、だからまあドームをやっぱり相当しっかり使ってあげないと札幌市は困るなっていう、ね、うん、だからまた別なあのいろんな考え方も必要になってきますね、うんうん、西浜もでも雪国でありながら今回天然芝のスタジアムですもんね、うん、光が入るような、結局西浜はどうして変わったかって言ったら、セレッソ大阪の社長をした人が日ハムの社長、うん、野球の社長になったから、うん、こうああいうふうにいろいろなったんでね、で J リーグの応援の仕方だとかなんとか経営のことに関しても、うん、そういうことを J リーグのあり方を片っぽで見ながらやったことが今の発展につながってますよね、うんうん、なるほどですね、
まあ、ボールパークなんていうのはまさにね、我々も本当に夢を見るようなコンセプトですもんね、うん、そうなんですよね。そのスポーツで豊かになっていくんだと、当時大越総社長も、はい、もうお亡くなりだったのかな、もう大越総社長もお元気で、うん、でまあ、ヤンマーの山岡社長も、うん、もうかなりお年でね、うん、で長いでこの、フロンターレ川崎に今日勝ったら優勝っていう時、僕カップ持って行ったんですよ、ね、で川崎フロンターレも2秒落ちるの決まってるぐらい最下位のシーンで、うんうん、負けるわけないなっていうのが、うんうんうん、延長になっちゃって負けちゃって、うん、でこれ持ってもうこの時のやらせない気持ちで、試合前にね、山岡社長とか日本ハムの社長なんか、いやおめでとうございます、本当に良かったですね、頑張ってくれましたねって言ったからな、うん、僕は上のビップルームで見てて、下表彰の時に下へ降りて行って、下へこれ持って待ってたんだけど、なかなか勝てないもうね、顔合わさないで帰りましたよ。あ、本当にもうどういうのかな、申し訳ないっていうかね、なんでこういう時にフロンターレ頑張るんだよっていうでも上がっちゃって、上がっちゃって、うん、そうですか。まあいろんな話5つお伺いしました。ちょっと一回ここでブレイクをさ、はい、取らせていただいて、お茶持ってきますので、はい、すいません、すいません。じゃあ後半は残り5つをお願いいたします、はい、すいません。